深夜ラジオの代名詞、日本放送オールナイトニッポンアン、深夜0時から放送のオールナイトニッポン X クロスアンクスは2021年よりスタートして4年目を迎える。オラカンニュースでは新シーズンの改編期に合わせて4月から新たに担当するパーソナリティにインタビューを敢行。木曜担当の松田芳美花はオールナイトニッポンゼロアンデーの月1レギュラーパーソナリティから毎週放送へと挑む。同局で2021年10月から日向坂46松田芳美花の日、高坂高校放送部のパーソナリティを2年間担当。昨年4月には日向坂46松田芳美花のオールナイトニッポン X クロスで初めて単独でオールナイトニッポンパーソナリティを担当し、大きな反響を集めたことで10月からアンデーの月1レギュラーパーソナリティを務めていた。